はい、K です。今回は西部の某選手、また文春法ということでですね、えー、またですね、ライオンズに、え春、ー、分法が出ました。はい。まあもう毎年毎年ね、まあいろんなスキャンダルが、まあライオンズ出てくるわけなんですけれども、えー、またしてもですね、まあ新たに出てきたということなんですよね。はい。はい、まあ正直ね、もうまたかっていう、まあ感じにはなっているんですけれども、まあある選手の、 まあ、不倫スキャンダルが、えー、バレてしまったということでですね。まぁ、あ、ちょっとね、今回も緊急で動画回させていただいてるんですけれども、まぁ、あ、今回ね、まあ、どんなことがあったのかっていうところを、まあ簡単に話していくのと、えー、そう、あとはやっぱりね、ライオンズファンとして、まあ僕の思いっていうところも、まあ今回の件を受けてね、えー、簡単に話していきたいなと思います。まあ、皆さんもね、えライオンズファンの方も多くね、僕の動画見てくださってると思うんですけれども、 まあいろいろね、えー、思う部分あんのかなというふうには思うので、まあちょっとでもね、まあ共感してくれたら、えー、嬉しいなというふうに思います。はい、それではね、えー、キッシュ11よりネットナップフリースキャンダルということでね、話していきたいと思うんですけれども、えー、今回はキシュ選手のスキャンダルということになりました。はい。まあまたかっていう本当にもう感じですね。まあ僕ももう本当に何とも言えないような、 え、気持ちなんですけど。まあ、内容をね、ざっくり話すと、まあ、キッズ選手で、ね、前もちょっとそうネットナンパみたいな話がね、えー、出てきたと思います。まあ、それが3年前ですね。で、ね、2021年に、まあ、そうネットナンパをした女性いたんですけれども、まあ、その人と不倫関係になったということでした。ただですね、まあ、その後はもう全くなんかそれに関する報道とか情報っていうのは、ま、出てこなくてですね、まあ、僕もね、まあ、多分皆さんも、 その問題も解決したのかなっていうふうに思っていたと思うんですよ。で、今回、まあ、新たにね、この報道を出た時も、まあ、なんかこう、キッス選手がここ最近ね、という活躍をしているから、またなんかその3年前のね、ことが、ま、新たに掘り起こされただけなのかなっていうふうに思ったんですけれども、 まあ、どうやらですね。まあ、そういうわけでもなかったということなんですよね。まあ、ちょっとね、今回、あの、まあ、詳細はね、いろいろ伏せます。結構、キッ選手の、まあ、記事のところ、概要みたいなのを、僕もちょっと、最低にまとめられていたやつを、まあ、パッと見たんですけども、まあ、それなりに結構、えげつないことでやってるな、というふうには思ったので、ちょっと文字にはね、起こさない。まあ、簡単に、ざっくりちょっと説明をすると、まあ、まずは、 の21年にネットナンパして女性と不倫関係になって、まあそれを2024年までずっと続けていたということでした。その間にもまあいろいろあってですね、まあちょっとね、球団内部情報をなんかその女性に話したりだとか、まあ球団の方にもなんか虚偽報告をしていたりだとか、まあ否認を拒否していたりだとか、まああとはその女性とね、ちょっと喧嘩になって、で女性とのその不倫関係を断とうとしたんですけど、まあいろいろとその女性の方とまあこじれてしまって、 で、ま、その女性を、ま、ストーカーに仕立てあげたと、え、いうこともね、やったりとか、ま、ほんとちょっといろんなことをね、ま、やっている、ま、単なる不倫ではないということなんですよね。ま、一番やっぱりや、まずいのは、ま、あ本当に球団の虚偽報告だったり、球団内部情報をなんか話していたみたいな、え、ことがね、ま、一番やばいかなというふうに思うんですけれども、ま、単なる不倫のスキャンダルではどうやら、ま、なさそうということなんですよね。 で、まあ、またしても、まあ、ライオンズがね、まあ、瞬間文春の餌食になってしまったということで、まあ、とにかく多すぎないかということなんですよね。あまりにもちょっとライオンズだけ多すぎるなというところでね、まあ、ちょっと話していきたいんですけれども、まあ、過去のね、ちょっとスキャンダル、ここ最近のスキャンダル見てもま、こんぐらいあるわけですよ。まあ、本当にもうこれでもま、全然少ないことですよ。掘り起こさはもっともっといっぱいあるんですけれども、 まあ一応ざっとこんな感じですよね。まあ佐藤流星選手の、まあ、スピード違反ありましたよね。でそこからまあ佐々木健選手が球団ルール破って女性と密会で、この時キス選手も一緒にね、ちょっと報道されてました。で、長谷川選手のネットナンパー、それに山村選手の飲酒喫煙というところもね、一昨年ありました。で、去年は山田遥選手の、まあ、奥さんがなんか現田選手の奥さんに誹謗中傷してたみたいなね、事件もあって、まああとはなんといってもやっぱ山川選手のね、 え、不倫っていう、まあ、書類送検っていうところもね、あってですね。まあ、とにかく、ここ数年だけでも、これだけ、まあ、週刊誌に、まあ、西部の選手たちの、まあ、スキャンダルっていうところが、まあ、すっぱ抜かれていると、えー、いうことなんですよね。まあ、あっきりとも、西部ファンとしては、もうチームも弱いゆえに、もう選手たちのこのスキャンダルがあまりにも多すぎるというところで、まあ、本当にね、まあ、西部ファンとしては、もう本当に辛いなというところなんですよね。 で、きり言って、ま今回のキス選手の件に関しても、まちょっとどうなるかわかんないですけど、まもしかしたら本当にこれ球団か何かしらの処分がキス選手に下る可能性僕あると思うんですよ。ま不倫に関してはね、ままだいいですよ。ま不倫はもちろん良くないことではあるんだけれども、ま不倫って、まあいろんな他球団の選手とかも、まちょくちょくやったりはしていると思うんですよね。まあもちろんその週刊誌に取り上げられたりとかっていうことも、あると思うんですよ。 ただ、まあ、それでなんか試合に出られなくなるっていうことは基本的にはね、えないと思うんですけど、今回の場合、キス選手、まあ、球団の許容区だったりとか、まあ、球団内部情報漏らしてるみたいなのがね、もし真実だったとしたら、それはちょっとね、球団からやっぱ何かしらの処分が下って、まあ、それこそ試合に何日間か出れないっていうことになっても、まあ、おかしくはないのかな、というふうには思います。 で、まあ僕がやっぱ一番思うこととしては、もちろん選手たちがね、こういっぱいスキャンダル毎年毎年出ていて、まあもちろん私生活もう少ししっかりしてほしいなっていう思いも、まあ少なからずあるんですけれども、まあそうは言ってもやっぱり野球選手ですから、まあやっぱり普通の人よりかは当然お金もいっぱい稼いでいるし、まあ体つきもね、すごいガッチリしていて、まあ女性からモテると思うんですよね、単純に。なので、まあ女遊びだったりとか、まあその女性問題っていうところが、 まあ起きてしまうことに関しては仕方ないなというふうに思います。ただですね、まあ明らかに一番僕が思うところとしては、まあ西部だけ明らかになんでこんなに情報漏れるんだって話なんですよ。絶対他球団だって、まあ女遊びだったりとか、まあそういうね不倫だったりとかをしている選手って少なからずいると思うんですよね。ただそういった情報全然そんなに出てこないじゃないですか。まあカープの某選手とか、 まあ、ジャイアンツのボースター選手とかね、ちょくちょくなんかいろいろスキャンダル出たりはしてますけれども、まあ、ただ、ライオンズってなんか特定の選手だけじゃなくても、いろんな選手のね、そういうスキャンダルが毎年毎年出ていると思うんですよ。ね。これはね、なんかもう明らかにちょっとおかしいなと。明らかにちょっと情報が漏れすぎているなというふうに思います。だから、もちろん私生活もすごししっかりしてほしいっていうところも選手たちには思うんだけれども、 まあそれよりもね、まあ当然やっぱりその女遊びとかは別に僕はするなとは正直言えないですし、まあそこに関してはもう選手たちのね、プライベートなので、まあ本当に犯罪を起こさない限り自由にしてほしいなっていうふうには思うんですけれども、明らかにちょっとそういった、まあ選手たちのそういうプライベートの部分が、まあ漏れすぎてるなっていうのはやっぱライオンズに対して感じるんですよね。これはなんでなのかっていうところ。ここをね、ちょっと僕ファンとしてはね、もう少し、 何度かしてほしいなと、本当毎回毎回ね、あのもうライオンズの選手がね、こう問題を起こした問題を起こしたって、もうこうね、何年か毎年言われていることなので、なのでやっぱりちょっとね、そういうのは、まあそういう印象を他球団のね、人たちから持たれてしまうっていうところが、まあ僕はファンとしてちょっと辛い部分でもなりますので、ここら辺のちょっとね、まあもう少し情報をね、漏れないようにっていうところは、まあしっかりしてほしいな、ところなのかなというふうには思います。 まあ、とにかくですね、今回ちょっとキッス選手、今後どうなるかわかんないですけれども、まあ、選手としてはね、本当にもうここ最近は、めちゃくちゃ活躍もしてくれていますし、まあ、選手としても本当に素晴らしい選手だと思います。チームにも欠かせない選手なのは間違いないです。ただですね、まあ、今回のね、やってしまったことに関しては、まあ、正直ね、やっぱキッス選手が悪い部分もあると思うんですよ。まあ、どこまで真実かわかんないですけど、その記事のね、内容をざっと見た感じはね、 なので、まあ本当にどんなね、処分が下っても、まあ正直仕方ない部分なのかなっていうふうには思うので、まあなんとも言えない部分、正直ちょっと僕としてもどういう思い、まあキッス選手に試合に出てほしいって思いもあれば、まあただ試合に出れなくなってしまったとしても仕方ないよなっていう思いもあって、まあ複雑ではあるんですけれども、まあちょっとね、丸く収まってほしいなというのが、まあ一番思うところですね。 まあ今後ちょっとキス選手にはね、どういう対応をされるのかどうかわからないですけれども、まあ試合に出るのであれば結果残してほしいし、まあそれだったら応援はするので、はい。まあちょっとね、今後どうなっていくのか見ていきたいなというふうに思います。まあ今回の件について皆さんもね、いろいろちょっと政府ファンとして思うことはあるのかなというふうに思うので、まあそういったことはぜひコメント欄の方に書いていただけると嬉しいです。以上です。